を見せた斉藤の勢いは止まりません。そのわずか1分後、斉藤、斉藤手が出たのか、右足の中央の決まった、逆転。斉藤の連続ゴールで F マリノスが逆転勝利。来週の火曜日、決勝トーナメント進出をかけて前回大会王者杭州と対戦します。